もっとサッカーで活躍したかったな。やっぱ後悔でしかないですよ、正直。そこが一番の、まあ、ターニングポイントだったんじゃないかなとは正直思いますね。場所を自分で作っていかなきゃいけないんだなっていうのは正直思ってます。ムーブメントを起こせる中にいるとか、自分がアクションを起こしている、もうそこがもう一番の焦点だったので、目標が常にあるので、もっともっといい自分の人生が待ってるんじゃないかなって。片桐敦史38歳、サッカープレイヤーです。僕兄が一人いるんですけど、父親もそこの少年団のコーチをやっていて、で、まあ、兄が行ったのがきっかけで、まあ、自分も、その時年中だったんですけど、一緒に多分ついていったのが初めてのきっかけだと思います。僕がサッカー選手になりたいって思ったのは、やっぱり J リーグが誕生したっていうので、長良川メモリアルセンターにね、試合をしに来たゲームをね、多分僕当時4年生かな、やっぱりそこのピッチ立ちたいなと思ったのがきっかけだと思います。子どもの頃から順風満帆ではなくて、小学校の頃やっぱり岐阜県選抜とかにも選ばれなかったですし、まあでもそれが反骨心となってね、高校になってからやっぱり1年でレギュラーしっかり取って、活躍するぞって、まあイメージ持ってたので、当時まあインターハイ3位だったんですけど、国体があったんですよね、秋に。で、僕そこで怪我をして、なんでまあ選手権一発勝負だな、結果出してプロになるっていうのを頭に入れた大会だったのかなと。だから出てきた発言が、まあ、そうだったのかなと。自分を見てほしいからと思って、まあ、あとはプレッシャーですよね、やっぱり1回戦2回戦で負けるような実力だったら、まあ、通用はしないんだろうなっていうのを、まあ、強く思って大会に臨んだっていう記憶はあります。やっぱり日本の頂点は J リーグなので、まあ、まずそこにチャレンジしたいし、まあ、成功したいっていう思いを持って多分いたと思います。まあ、全然自分がもっとやらなきゃいけないことたくさんあったなって、最近この年に入って、なんか若い頃もうちょっと違う顔があったんじゃないかなって思うと、やっぱ後悔でしかないですよ、正直。プロとして若い頃結果出せなかったので、サッカーで飯食っていけないのかなっていう思いがすごい、21歳ぐらいの時ですかね。その当時ちょうど地元岐阜で、まあ、J リーグを目指すクラブを作りたいということで、FC 岐阜が発足して、でそこにまあセレクションで入れてもらったっていう、まあ経緯なのでね、サッカーで の岐路だったと思いますね。ちょうどやっぱプロっていう世界で、まあ、試合は出ましたけど、コンスタントに出るとか結果を残して活躍するっていうのがやっぱりつまずいた時期だったと思うので、そこが一番の、まあ、ターニングポイントだったんじゃないかなとは正直思いますね。そうですね、まあ、当時30歳になった年ですかね、でまあいろいろまだサッカーやりたい気持ち強かったんですけど、クラブがないとね、
あのやっぱりサッカーはできないので、うん、そういう思いをずっと持ちながら、まあ、36歳ぐらいまで、うん、6年間ぐらいサッカー好きっていう情熱だけはあったんですけど、なかなかそれが着火しないまま、まあ、変な話過ぎてった6年間だったなと思いますね、うん、やっぱサッカーから離れるんであれば、まず自分のことを知らない人が多い地域に行きたいなと、うん、っていう気持ちがあったと思います。大阪では、一応清掃業を自分でまあ営んで、個人事業主で掃除の知識もいろいろ勉強させてもらって、うん、やらせてもらってたっていうのが、もうこれでずっと頑張っていこうって思う気持ちで、サッカー以外の手に職をつけたかったっていうのがまあ一番の、うん、ところだと思います。ボンボネーラっていう、まあ、今、関市を中心に活動している、社会人サッカーチームなんですけれども、まあ、岐阜から2チーム目の J リーグのクラブを目指せるような社会人チームを作っていきたいんだっていうお話をね、に、まあ、僕も共感させてもらって、その承諾を受けて、うん、サッカーさせてもらう場所をまず与えてもらえたってことですね。まあ、その中でチームの強化に当たらないといけなかったので、自分の役割としては強化部長と今なっている上で、選手もやらせてもらってるっていう感じですね。今とスピードに乗らないと、スピードに乗らないと。最近年なんでね、筋肉系統が異変を起きてくるんで、ちょっと悲しい差がですね。そんなストイックじゃないのに、ストイックになんないとやれない年入ってきたって感じですね。まあ、先輩方にやらないと後悔するよって言われてたのがこういうことなのかなっていうのをね、今の年になって分かり始めたから遅いなって正直思いますけど、でもやっぱり、ね、若い頃より気持ち入ってますね。 やれちゃうではないけど、そういう錯覚に陥る時期もやっぱあると思うんで、チームのために頑張るっていう姿はまだまだ見せると思うんで、まあ、そこは本当気持ち入れて一生懸命やりたいなと思いますね。やっぱり若い子たちを中心に今いる中で、こう自分が今そこでちゃんとその子たちよりも能力を発揮して活躍できるのかというところを一番の線引きにしているので、そこが劣っている部分があれば補わなきゃいけないですし、補えない時期が来るんであればやっぱりグラウンドからは去らなきゃいけないって覚悟を持って今ずっとプレーしているので、いや全然僕らより上手いですね。やっぱり第一線で活躍してきた人なので、あの僕らとはあの普段周りにあのすごいプレーしてます。信頼はすごいあります。片桐さん一人で何人か抜いたりもできてるので、本当にボールを預けて頑張ってくださいっていう。若手だけだとやっぱりチーム自体変な雰囲気になったりとかっていう時に、やっぱ片桐さんみたいなベテランの人が締めてくれるっていう意味では本当に大きな存在かなというふうに思ってます。全然その38歳って思えない。やっぱピッチ立つとギリさん自体もすごいトレーニング陰でしてて、やっぱり走らないとやっぱサッカーやれないんで、そこら辺も見させてもらって、まあ、人生かけてるでやってると思うんで、そこら辺はすごい伝わってきますね。どうなんですかね、まあ、でも正直点は取りたいですね。当たり前のように点取ってなんぼですよっていうことをやっぱり表現しないと、元気復帰とかこういう目指すところ頑張ってますって言うんであれば、当たり前のように、うん、決めるとか決めるし、決めさせるところのボールは出すしっていうのが自分の中での一番の、まあ、こう示しになるのかなと思います。はい、その岐阜で J リーグ上がった時もそうなんですけど、やっぱりそのね、岐阜に J のクラブがあったらいいな、もうそこがもう一番の焦点だったので、当時もで今も自分がアクションを起こしてるっていうところにいさせてもらえてることに感謝してるので、無給ですよ、うん、やっぱまだまだ、組織は小さいので、うん、苦しいですよ。でもやっぱりやるべきことがあると思うので、うん、もう30代終わりの年ですけど、うん、やっぱり40代がまた楽しいんだろうなっていう、起こしたい行動とかアクションに、うん、自分の付加価値がつけば、あのもっともっといい自分の人生が待ってるんじゃないかなって思ってます。あんまりこう仕事とかそういう感覚ではない。そうですね、仕事ではないですね、うん、頑張る場所があるところが増えるのは自分が小さい頃にはなかったし、やっぱりその場所を
自分で作っていかなきゃいけないんだなっていうのは正直思ってます、うん、与えられるんじゃなくて自分で作らないと動かないんだなっていうのをすごい感じてるので、だからそのムーブメントであったらアクションっていうのは自分で起こすもんだっていうのをまあ最近すごい思ってるので、何でしょうかね、やっぱ口角が上がる場所なんじゃないですかね、うん、なんか僕不器用なんで、うん、そこまでこう喜怒哀楽出さないんですけど、まあ、出してる時は多分すごいムッとしてますし、笑ってる時は笑ってると思うんですけど、サッカーやってる時だけはやっぱり勝てば素直に喜べるし、うん、負けたら悔しいしっていう自分のこう気持ちが一番感情が出せるやっぱ場所だと思うので、うん、やっぱそういう場所を常に感じて生活したいな、生きていきたいなっていう思いがあるので、まあ、サッカーとはって言われたらやっぱ喜怒哀楽が思いっきり出せる場所なんじゃないですかね。はい。